どこに、誰だ、明かりがつく、照明がね、来てますから、頑張って、一人で作ってください。頑張らね、頑張って、はい、2年目は38歳のお医者さん、今度出番ですからね。2年目、宇都宮に移住しました。12番、ありがとう、感謝。 在宅医療を、はい、在宅医療をやっております。どういう、なんで在宅医療を、みんな家で最後まで暮らしたいっていう患者さんがうまくいったので、はい、自分がやってみようと思ったということです。どんなありがとうだったんですか。まあ、患者さんもそうですし、その支える家族、そして、スタッフ、そして僕を支えてくれる家族に、ありがとう、感謝。ありがとうございます。